あずさがこの先さ、迷ったり悩んだりした時は言ってね。背中押すから。なぜ彼女は亡くなった親友にメッセージを送り続けたのか。あずさはさ、いい友達を持ったよね。小道さんのピアノを聴いたことがある気がするんです。間違いなく娘のしたことなんですね。残された人々の思いがつながり、小さな奇跡が起こる。早く、まだ間に合う。だから愛見たがや。気ぃついてないだけで、いろんな思いが巡って自分のところに届いてるんよ。あなただったんだ。はい。俺、あずさと結婚したい。愛み互い。